吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎です。ローマにですね、いきなりローマですよ。ローマ、イタリアのね、ローマって言いますか、トレビの泉っていうね、皆さんよく有名な、世界的に有名な観光地ですが、その泉があって、そこに噴水があって、その噴水の中に硬貨を後ろ向きになってね、投げ込むと願いが叶うというわけで、これがある本をですね、読んでたら面白いことが書いてあって、この硬貨をですね、一枚、投げると、あなたは再びローマに来られますよっていうことだそうです。一枚だと。で、硬貨を二枚投げ入れると、大切な人と永遠に一緒にいられると。だから恋人同士だったら、永遠に恋人の仲良くできるし、夫婦だったら永遠に夫婦として、生きられる。二枚だと大切な人間、人と永遠に一緒にいられる。これを三枚投げ込むとどうかっていう、ここが面白いんだな。これはいかにもイタリア人のジョークなのかね。三枚投げ込むとですね、恋人と別れたり、離婚ができるということなんだそうですよね。これを僕も初めて知りましたけどね。この、三枚投げ込んだ人ってのも結構いたんじゃないかって。俺もあいつとやってらんねえよとかね、私もあの男と付き合いたくないし、もう離婚したいよっていう人は三枚投げ込んだんじゃないか。そして、なおかつこの投げ込まれた効果がですね、一年間にどれぐらいお金としてね、金額として貯まってるかっていうのが、書いてありました。びっくりしましたですね。年間でですね、1億円だそうですよ、日本円にして。これびっくりしました。年間1億円あそこに貯まるんだそうです。日本にもね、いろいろね、こう、お賽銭とかいろいろとこうあるじゃないですか。1億円はなかなかね、すべては事前団体とかそういうところに寄付されるらしい。それにしても、1億円ってですね、すごい、お金があそこに溜まってるんだなっていうのを、へえ、なんて思いましたが。さて、長尾親父からですね、アルバムコンサート楽しみにしています。リクエストお願いしますというんで、荒木一郎さんの愛しのマックスをお願いしますというリクエストが来たんですよ。ね。で、ここまではまあ普通の番組なんですが、僕のこの番組ではここからはひねくれていくんですね、人間的に。荒木一郎だったら、空に星があるようにっていうのが俺は好きだなっていうふうに僕は思ったんですよ。そしたら、そばにいた、この日本放送の M さんという方がですね、ちょっと偉い人なんですけどもね、拓郎さん昔大野真澄さんっていう方のプロデュースしましたよねとか言って、しましたよ。その時、大野真澄さんに、空に星があるように歌わせませんでしたと。ああ、よくご存知ですね。そんなこと僕、確かね、フォーライフを作って2年目だったでしょうか。あの頃に、大野真澄、元ガロというグループのね、君とよくこの店に来たものさを歌ってた、ガロの大野真澄。ボーカルっていうふうにみんな彼のこと呼んでますが、ボーカルを呼んでですね、お前ちょっとこの荒木さんの空に星があるようにっていうのをお前歌ってみないか。で、俺アレンジャーと打ち合わせして、ちょっとリンゴスターの感じで、リンゴがちょっとオンリーユーだったかな、ヒットさせて、ああいうアレンジちょっとパクるからさ、ちょっとかっこよくするから、この空に星があるようにちょっと歌ってみねえかとかってボーカルに言ったら、あ、歌わせてください、ぜひやらせてください。僕プロデュースしてですね、このレコードを作ったんです。で、大野真澄の空に星があるようにレコードを出したんですが、これがね、僕、今、記憶としてはね、今日ね、そんなことありましたね、とか言いながらね、いいアレンジだったのにな、なんで売れなかったんだろうな、と思って今ね、ちょっと聞いてみたんですよ。そしたらね、あんま良くなかったです。はい。売れないわ、これっていう感じの本当にね。だから話は長くなってますが、荒木一郎さんの愛しのマックスも書けないし、それから大野真澄の空に星があるようにその一度書けようかなんて言ってたんですが、聞いてみて良くないんで書けません。
というわけで、今週はこのリクエストのコーナーではどうしようかと思ってたら、いいのが一個ありました。これはね、後で言えるんです。今週はね、ちょっとこのリクエスト僕もね、ぜひ聞きたいなと思っている曲なんですけどもね。さて、これは、秋広57歳から、アルバム From T、もちろん予約済みました。目の前に迫ってきましたが、デモ音源が非常に気になってしょうがないんです。デモテープね、T からの贈り物っていう、タイトルがついてます。実はここにもうサンプル版が届いてるんですけどね、T からの贈り物っていうんでですね、3枚目にディスク3にね、1曲目が、あれでしょ。ほいで、15曲、ね、15曲目があれなんですよ。で、このね、デモテープが気になってしょうがないっていう方にね、8曲目に入ってるね。8曲、デモ、3枚目の CD、T からの贈り物、デモテープ集の8曲目に入ってる曲をね、ちょっとだけ今日聴かせてやるからさ、どうなんだ、こちょ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 、何言ってるんだろう。くすぐったいよ。何を言ってんでしょう。ちょっとこちょ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 ってくすぐるぐらい、ちょっとだけ聞かせてやるからな。これ、ちょっと途中だけちょっと美味しい、聞くか。涼しい化け物たちは最後の力で気が向く。放っておいてくれと最後の力で嘘をつく。嘘をつけ永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の変わり、たとえ繰り返し風と尋ねても、振り払え風のように鮮やかに、望む答えだけを聞けるまで尋ね続けてしまうものだから、君の永遠の嘘を。はい、ここまでこんな番組最高こんな番組もいっぱいやりたい、最高、もうわがまま言いたい放題やり、ここまでっていう番組やりたい。もうわがままっていうか、なんていうか、気分がいいっていうか。はい、ここからあとは手元に取って聞いてください。まあね、ジャケットもいいしね、それからね、中のライナーノーツもね、ぜひみんな楽しんで読んでもらいたい。全曲にライナーノーツありますからね、メッセージもありますし、ディスクワン、春を待つ手紙から始まって、うわーっと言ってさ、ね、それでディスク2がこう、1曲目がこれでさ、最後がもうマーク2の73っていうやつで、フロム T の方は終了するんだけどさ、これはまあ全部でね、27曲。もう聞いてて疲れるよ、本当に。僕も届いたんでね、チェック兼ねて聞いててね、いやいや、これはすげえ曲順になってるなっていうのがあるんです。そしてまた、この T からの贈り物ディスク3ね、これがね、デモテープがよくできてるね、今回の。これは1990年代だけですよ。そこに絞られてるんですけどね、よくこの時にね、まあ僕も、昨日ね、これ聞きながらね、うちの奥さんといろいろ話してて、やっぱコンピューターを使うっていうか、コンピューターで打ち込むっていう技術ね。で、その頃にあったそのコンピューターソフトっていうものとか、それらがまあ僕のうち、ちょうどその頃は逗子だったんですが、なんかピークにあったような自分で気持ちもね、いわゆる打ち込みで、曲を作るっていうのが、もちろんその前からやってはいたんだけど、デモテープ作ってきたんだけど、やっぱりこう、拙い。非常に使い方も下手だったし、拙い感じがあったんですが、この頃に、なんかもう、ピーク達してるって、コツを覚えてるっていうかね、打ち込みの。打ち込みとは思えない、すごい、いいデモテープがついてますが、これもね、楽しみにしてもらいたいと思うんですが。さて、いろんな話をしてるんですけどもね、今週ですね、
焼き餅っていうのね、ちょっと焼き餅っていうのねっていうの、焼き餅、井上陽水の曲にありましたね、ジェラシー。かけりゃよかったね。かけないけどさ、ジェラシーって好きな曲だったけどね。16歳の高校生を、ソラ君はね、僕が焼き餅嫉妬するのはサッカー部です。可愛いマネージャーがいると思って野球部に入ったところ、うちの野球部は弱いんで女子マネージャーが集まりませんでした。筋肉隆々のむさ苦しい男子のメンバーがマネージャーをやっています。しかしサッカー部のマネージャーはアイドル的な存在の可愛い女の子なんです。サッカー部が羨ましいです。さあ、野球部に入ったところね、野球部が弱いんでと。まあでも高校とかは僕も本当に記憶ありますが、やっぱりね、スポーツ関係のクラブが圧倒的にモテたよ。もう正直言って本当に全然写真部ダメ。写真部なんて誰も相手にしてくんねえんだ、本当。ほいで、写真部とか、郵便友の会とか、そういうのは、ダメだ。なんだそのクラブっていうようなところにいたんですけどもね。ほいでね、ちょっとね、浮気して演劇部にね、隣がクラブが演劇部だったんで、演劇部の部長と仲良くなってね、おい、演劇部ちょっと俺さ、少し入れてくれや、とか言って。これがまたダメなんだ。ところがね、バスケット部。僕の高校時代、バスケがね、人気あってね、そこのなんか、3年生のね、一級上のね、僕2年の時に3年、一級上のそのバスケのリーダーがね、めちゃくちゃモテて、僕のクラスにいるね、K さんっていう、ちょっと綺麗な女の子いたんだけど、それをものにしちゃってさ、もうさ、K さんは、ビブラフォンっていうか、バイブをこう叩ける、習ってたんで、僕が弾くウクレレと、友達のギターとは、で、K さん、女の子に、君バイブ弾いてくんないとか言って、君んちで練習させてくんないかなと、いいわよとか言って、一回ね、行って、彼女んちで練習しようと思って、訪ねて行ってね、で、三人でこう練習してたら、奥の部屋からね、そのね、バスケット部のリーダーがね、顔をボッと出したんだよ。その時に、僕もね、ウブだからさ、全然まだ分かってないからさ、男と女の関係とかがさ、分かんないわけよ。子供だから。だから高校にいるんだけど。で、僕も一緒にいてギター弾いてるやつも男たちにポケーンとして、なんで奥の部屋からバスケット部の先輩が出てくるんだろうと思ったら、後でよく考えたら、これはあなたが出てくる。これはあんた、男と女の関係だったんじゃないかってことだよね。モテてましたね。そこへ行くと写真部はダメだった。本当にダメだった。ちょっと話の途中ですけどね、先週か先々週ぐらいからね、僕に火がついてない？なんかね、喋る吉田拓郎がね、なんかすごいね、先々週ぐらいから勢いが、なんか火がついてるみたいで、少し落ち着こうか、ね。なんか今自分で喋りながら、まだ俺、なんかずっと火がついてるなって感じ、少し落ち着こうね。31歳の会社員の女性、エリナさんは、私がジェラシーするのは、10代や20代の女性なんです。昔は綺麗だったら、年齢は関係ないというふうに思っていたんですが、30代になってから、コンパでの反応が鈍くなってきた。30代になると、コンパでの反応が鈍い。誘いもぐっと減ってきた。男性ってのはなんで若い女性が好きなんだっていうね。45歳の主婦、まさみさんは嫉妬するのは夫婦仲のいい人たちです。うちの夫は育児にも協力しないし、毎日もう喧嘩ばっかりしてて、素敵な夫婦を見ると、やきもちを焼きでしょ。夫婦っていうのは仲良くしなきゃダメだよ。ね。本当に仲良くしてるといいことあるんだからと、俺、何がいいことがあるかわかんないけどさ、とにかくね、仲良く暮らすと人生楽しいんだよ。とにかく笑顔でよく食べて、よく寝て、よく喋る、よく話すと。ね。話し合わない夫婦になっちゃいかんな。54歳の主婦、沢子さんは、若い頃私は舞台に上がって女優をしておりました。結婚を機に30代で引退しました。未だに現役を続けている同世代の女優さんはキラキラしてて、やきもちを焼いてしまいます。確かに、女優さんたちはね、キラキラしてる、ますよね。うちの奥さんもね、うちの中でキラ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 って、どういう夫婦なんだお前たちはって言われそうですか。とにかくね、毎日キラキラ輝いておりますよ。65歳の男性、安尾さん。焼き餅焼く、嫉妬するのは神さんです。
定年して以来、近所に友達がいないので毎日暇しておりますが、神さんは習い事やらサークルの仲間に加えて近所に友達がいっぱいいて羨ましい。やっぱね、定年して家庭に入ると、家庭に入るとっていうか家にいることが多くなると、退屈なのかね、毎日暇してる。そこへ行くと、その奥さんの方はね、習い事やらサークルやら近所に友達がいっぱいいるやら、そう、ちょっとやきもち焼くっていうか、吉田拓郎は、何にやきもち、ジェラシーを感じるかっていうと、まあ、過去にもですね、いろんな、時々、例えば、ある日ですね、若いところですよ、井上陽水という男と初めて出会った時にですね、これを出会わせてくれた人がいたんですが、まあ、原宿のペニレンっていう店で井上陽水と初めて会うんです。で、それまで、陽水拓郎、拓郎陽水と呼ばれて、まあ、どちらかというと仲良くないんだっていうふうにイメージされていたんですが、会うことになってですね。でそこでですね、まあ、彼はお酒一滴も飲めませんでしたから。で、僕は、お酒飲んで、で、お酒飲むと、吉田拓郎の悪い癖なんですけども、すぐ何かこう、喧嘩を吹っかけるというかですね、相手をいじめたくなる、そばにいる人を。そういう癖があった、あったんですよ、僕、アルコールから。で、陽水に言ったんです。お前と俺とどっちがこの演歌とかを、大きな声で、この場で、勇気を出して、人前でみんなお客さんいても大きな声でどっちが歌えるかっていうのを競わないかって、やってみないかって思ったら、陽水がですね、嫌がるだろうと思ったら、いいよって言って、言って。それで、あんこ椿は恋の花とかですね、そういうのをね、大きい声でどっちが大きな声が出る。だから、なんていうの?まあ、言ってみればバカみたいなことをですね、やったら、陽水の声がでかいのなの。もうね、あの人ね、顔も大きいしね、体も大きいし、頭も大きいんだよ。その頃、で、彼、カーリーヘアで、もう、サボテンのような、すっごかったんだよ。それで、もう、なんか、松ぼっくりみたいな陽水さんが、すっげえでかい声でね、みかん遅れのって歌った時には、私は負けたと思ってね。すっげえでかい声だった。どっちがでかい声が出るかっていう、競い合う僕も僕ですが、そこで大きな声で歌った陽水もすごいんですけどね。その時にね、井上陽水に僕焼き餅焼きました、ね。でけえな、声が。それから月日が流れてね、ある日、オフコースというグループがね、小田のね、オフコース、人気が、最初はね、僕はパックインミュージックとかで TBS だって、これ、オフコースは鈴木康とね、小田和正の二人組だったり、三人組だった時期もありますが、まあいろいろレコード出してるんですけど、売れなかったんですよ。で、よくパックインミュージックにね、オフコースを応援してるその人がね、彼らのレコードとか持ってきて、僕はパックでよくね、番組でオフコースかけてあげてたんですけども、やっぱりなかなか火がつかなくて。まあそういう話かすと、さっきのガロのね、学生街の喫茶店っていうのもね、パックミュージックで火つけたような気は覚えてあるんですけど、なんとなく記憶があるんですが、オフコース最初はね、なかなか芽が出なくて、売れなかったんですけども、このバンドが解散して一旦、それで、小田と安は残って、それで、松尾や清水や、大間とかを入れて、ロックバンドのような形式になって、オフコースが、いわゆる、編成を変えて、歌い始めてから、まあ大ヒットをどんどん飛ばすようになるんですが、その一本、どこだったかな?武道館、10日間コンサートかな?武道館を10日間借り切ってやったっていう、それだったかどれだったか忘れたかいい。一個、ちょっとオフコース気になったんで見に行ったら、会場がさ、そうもう、とにかく女の子でいっぱいなの。そんで、すごい、うわぁ、女だらけだっていう、ね、こういう時だらけって使っていいのかな女の人いっぱいだっていう感じあったね。で、その後、吉田拓郎のコンサートはね、73か64でね、男が多かったんですよ。ちょっと入れ替えたいななんて、すごい思ってね、ちょっと小田にね、お前ファンちょっと2000人ぐらい来んねえかって言いたくなるくらいね、ちょっとね、ちょっとジェラシーを感じたね。だから僕は生涯で井上陽水と小田和正にはちょっと焼き餅焼いたのかな。いろんな意味で焼き餅をよく焼いていた吉田拓郎、ラジオでないと。
今日の1曲目はですね、リクエストを皆さんの募集してますが、たくさんいろんなリクエストくれてありがとうございます。徐々に皆さんのリクエスト、これ俺も聞きたいなとかね思ったりして、それからまあ俺は全然こんな聞きたくねえなと思ったりしていろんなことを考えながら、こんな曲好きな人いるんだっていうのもあるんだ、正直言って。そういう中に名前言っちゃうと傷つくだろうから言わないけどさ、なんでこんなの好きなのっていう人もいるんだけど、今日のはね、僕もこれはちょっと聞いてみたいな。僕もなんかこれよく聞いたかな、昔って思うんですが、名古屋市の丸山京子、59歳、公開放送ぜひやってください。これについてはね、後ほど話します。その場合抽選になりますね。私の残りの人生のくじ運を全部使い果たしても応募します。さて、私の好きな歌謡曲というか、私のリクエストはザ・キングトーンズのグッドナイトベイビーです。キレッキレの高音とイブシギンのハモリ、あの当時なかなか斬新なスタイルの曲でした。まあね、いわゆるあの僕が大好きなあのリズム&ブルースとかですね、あのいわゆるソウル、そういう感じのニュアンスのね、だからこの番組のテーマソング歌ってる、あのテーマになってる、フォートップスっていうグループとかね、あ黒人のゴスペルとかそういうのの匂いをね醸し出すグループだったんですね、このキングトーンズ。今日のリクエストは、丸山京子のリクエスト、ザ・キングトーンズ、グッドナイトベイビー。君のパパも分かってくれる。二人の足を向いた。震える肩を抱いてあげよう。だから Good night, good night, baby. 涙こらえて Good night, baby. 今夜はそのままおやすみ Good night.この幸せは誰にもあげない。二人の涙に濡れた冷たい頬を「あげよう」「だから」「Good night, good night, baby」「涙こらえて」「Good night, baby」「今夜はこのまま」「おやすみ good night」「Good night.吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎ラジオでないと。
まあ皆さんはですね、僕たち、まあ例えば歌ってる、こう、ステージで歌ってる僕たちを見ていてですね、コンサートとかに来たり、まあテレビに、テレビはあんま出ませんけども、そういうのを会場でこう歌を聴いたり、ステージ立ってる姿を見て、まあイメージというのをね、作り上げていくんだと思うんですね。だから、どんないろんな歌手によってですね、やっぱりその人たちのイメージっていうのがあって、で、僕にもイメージっていうのはずっとあったことを僕は自分で認めているんですが、しかしそのイメージっていうのは明らかに、その作り上げられたものだったり、あるいは違うよそれっていうふうに僕が内心を持っていることだったりする、そういうイメージもあって、だから吉田拓郎っていうイメージとか、もう本当にうんざりだなとか思った時期も、いろいろありましたけども、吉田拓郎をいつまでやってりゃいいんだよっていう感じがあった時期も僕はあるんですけど、やっぱりこれは年齢とともに不思議なもんですね。もうどうでもいいやっていうんです別にいいよ、もうどうでもっていう感じになってきましたけども、ここに一通のハガキがあってね、番組でもね、皆さんがこうお酒飲んでみたいなと思うアーティストとかね、俳優さんとかいろんな人、それを書いてくれって言ってたら、ラジオネームナッカー、私は一緒に飲んでみたい人、小田和正さん、先ほど出しますけどね、さよならさよならちょっと違うかな感じが、君を抱いていいのっていいわけないだろう、こまっていう、そんなこと歌にするやついるかい、君を抱いていいのってそういうのを過ごすメッセージがありすぎるよ、小田。私が一緒に飲んでみたい人は小田和正さんです。これがもうね、僕は笑ったんですよ。最上階のレストランでね、ホテルとか最上階のレストランで夜景を見ながらワインを飲みたい。小田とね、ワインを飲みたい。そしてフランス料理などを食べ、小田和正とね。そして淡々と知的な会話をしてみたい。ごめんね、笑って。知的な会話ね。まあ、そういうイメージかね、小田っていうのはね。まあ僕はよく知ってますからね。あら、男臭い男ですよ。本当に。で、それからまあ、僕はお酒を、まあ今は最近は飲みませんが、今だったら小田とちょっと、1、2時間は一緒に、お酒を飲まないでいられると思うけど、まあちょっと僕お酒飲んでる時代だったら、もうとてもじゃないけど、あいつと10分いたらもううんざりだっていうぐらい。面白くも何ともねえじゃねえかっていう感じになるぐらい、ダメなんだ。なんだろうな。まあ、彼ね、ちょっとビール舐めたぐらいで真っ赤になっちゃいますからね。まあだけどね、最上階のレストランで夜景を見ながらワインを飲み、そしてフランス料理など食べながら、淡々と知的な会話してみたい。小田和正のイメージっていうことでしょうね。吉田拓郎は、どうですか皆さん、僕とお酒を飲んでご飯食べるんだったら、何、意外いいかちょっと書いてきてくれるといいですかね。それから、秀則、フロムティーの発売まで、あとちょいですが、それまで自分なりのリストを考えながら毎日ニヤニヤしてますという書いてありますが、これはもう皆さん絶対に当たりません。皆さんの思ってるようにはいかない。そうはいかない。吉田拓郎っていう男は、ちょっとね、天の尺です。で、この選曲は多分みんなに思いつかないと思うんですが、もちろんこの曲、例えばね、一曲目と最後の曲なんかは、みんなも選んでたかもしれないですけど、まあ、びっくりするような曲が入ってるんですが、それが僕にとっては iPod で、今でも聴きたい、そして、思い出も深い、愛している曲っていうのが入ってるんですが、このここに、手元にあるんですよ、ようだ。ようだって、誰に言ってんの、ようだって言ってんの、ここにあるんだけどね。これは皆さん楽しみにしてください。それから、これが重要なのは、これ書いてくれたのは、ティーコさん。いつも楽しそうな笑いとおしゃべり、こちらも嬉しくなって幸せです。お元気そうで、毎週拓郎のラジオを聴けるなんてのは幸せです。いつまでも続けてほしいです。いつまでも続けてほしいですっていう話を、さっき M さんとしたんですけどね。今、校長だから、今そういうことを考えないでいいって言われたんですけどね。そう、いろいろもう一年半続けてきたから、いろいろ考えた方がいいんじゃないかって、俺なりにいろいろ考えることがあるんだよとか、取り合ってもらえませんでしたけどもね。さて、東京はコンサートが一箇所だけだから、イマジンスタジオで公開放送っていうのをぜひ計画してくださいよっていう、ティーコさんから来たんですが。
先ほどその M さんからですね、一枚の紙をいただいて、吉田拓郎ラジオでないと公開イベント&ライブのお願いって、お願いが来たんですよ。お願い。老若男女に、人気の日本放送吉田拓郎ラジオでないと、2019年日本放送65周年を迎えるのあたり、ぜひ、2019年、このあたりで、公開収録という形でイベントを実施させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、こう一通の、こう、来ましたけどもね。イベント名、日本放送吉田拓郎ラジオでないとスペシャルイベント、仮のお題ですね。イベント日時もこの辺を予定。出演者、吉田拓郎様、他。場所、言えませんけどもね。いろいろ。で、僕もいろいろ、どうせやるならさ、いろいろこういうふうなことを考えた方がいいんじゃないとかっていろいろ、僕の方もリクエストを出したり、そして、こういうふうにするともっと、なんか、一緒に、この、やる意味も出てくるんじゃないとかいう話をして。まあ、いろんな話をしました。とにかく、東京のコンサートが、どうやら、多分一本になりそうだから、大変なことだね、この、ラジオでないとのコンサートをやる。コンサートをやるって言っちゃいけないんだね。ラジオでないとのイベントをやるってことになると、大変なことだなっていうような話をして。何が言いたいかよくわかんなくなってきちゃったけどね。それから、これは、香川の純ちゃん。8月16日、私は43歳の誕生日なんです。ね、でも、アホな主人が、もう誕生日プレゼントなんかはお前いらないだろう。って言いました。全く女心がわからないって浅い男ですね。ね。浅いね、夫が。17歳年上だったら、60歳か ?60 歳の男でそんな、お前もう43なら誕生日プレゼントいらねえだろ。そんな女心のわからん男と結婚しちゃったね。うん。先日ね、うちの奥さんもね、こう、日傘を買ったらしいんですよ。ええ。それでね、ねえねえ、この日傘どう思うとか言って、買ってきた日傘を見せてくれて、あ、割といいデザインもいいし、柄もいい。あ、いいね、とか言って、僕もね。で、これ日傘にも雨傘にも両方使えるんだそうだから、で、デザインもいいでしょ、とか言うから、うん、なかなかいいデザインだと思うよ、とか言って。で、彼女に、いくらかな、と思って、値札を見たら、2000いくらだったんで、これは安いわと思って、お金払おうと思って会計しに行ったら、2万いくらだって言われて。それで僕は、2万って、うん、まあ、そういうことねっていう感じで。だから、何が言いたいかっていうと、この、誕生日でプレゼントがいらねえだろうって言ってる男もなんだけど、2万の日傘っていうのも、夫としてどうなんだろうねっていう。とにかく大変なんだよ、言いたいことは男もさ。だから、ああ、本当にね、いや、さっきもちょっと言ったけどね、夫婦はね、一緒に、本当に仲良くね、よく会話し、よく食べ、よくね、よく喋り、よくね、いろんなことを常に話し合っていないといけない。ね。だからそうしないと2万いくらの日傘を買って来られてしまうっていうことが言いたかったわけよ。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送、吉田拓郎、ラジオでないと。吉田拓郎ラジオでないと、今週のベストテイク。今週のベストテイクはね、先日メールくれたんですけどね、まあ、僕もメールでとの付き合ってるっていうと、さっき言った小田と陽水と正俊と奥田民生と、あとは竹部や鳥山やミュージシャンたち、っていう感じかな。他一切付き合いないからね、最近ね。それでもうこの中村雅俊からメールが来たんだけどね。今日はちょっと僕の曲を、僕の歌ってるものじゃなくて、雅俊を聴いてみたいってふと思ったのはこのメールが来たからなんだけども、雅俊とね、昔ね、そうですね、
俺たちの勲章っていうね、ドラマをやってる頃に、レコーディングで、出会ったんですけどもね、まだ初々しくてね、ぶっきらぼうで、若者だったんですよ、そういうね、なんかすごくこう、バンカラな感じのする。まあ、吉田拓郎が下駄履いて六本木歩いてるっていう話が噂があったけど、そんなこと僕絶対しない。もっとおしゃれな男だったんですけどね。自分で言うのも。正俊はちょっと下駄履いてるイメージがありましたけどもね。その、正俊さんが、当時ね、俺たちの勲章の頃に、今の奥様と、恋に落ちてたわけですね。だからこの僕のこれから今日書ける曲を歌ってる頃は恋に落ちていたらしいんですが、その中村雅俊と後日ね、テレビの旅番組で、ちょっと四国へ行ったり広島へ行ったり、したんですね。その時の話をメールでやり取りして、あの頃懐かしいなとか言って、まあ彼も懐かしいですね、僕一生宝物です、もう忘れませんとか、いや俺も本当ね、すごい楽しかったんだよっていう話をしてたんですが、まあその時旅先で雅俊がね、山田拓郎さんの曲歌って、あの曲は僕たち夫婦にとってもまあ、キューピッドみたいなもんですから、そういう役を果たしてますから、僕と妻と引き合わせた、感じがありました。いや、正俊、お前、実はね、俺とね、神さんとのね、まあ、キューピッド、お前なんだよっていう話をして、それは実はですね、ある日僕は、銀座の音響スタジオっていうところでレコーディングしてたんですが、そこに中村正俊から電話かかってきましてですね、で、今森下愛子さんと飲んでるんだけど、拓郎さん来ませんかとか言って電話かかってたの、スタジオに。それでね、誘われたんで、あ、森下さんの会いたいなとか思ってた。で、来ませんかって言われて、じゃあちょっと行くよっつって、僕スタジオでもう作業ほったらかしてミュージシャンたちに俺帰るとか言ってで飲みに行ったんです。そして、その晩ね、朝まで、彼らとずっと、正俊や森下さんやら、まあ、映画のスタッフやら、いろいろいらっしゃって、飲んでいたんです。そこにね、朝まで飲んだんですか、そこに同席していたですね、女優の、皆さんよくご存知だと、宮下純子さんというね、色っぽい作品の多かった、団地妻とかね、四畳半なんとかかんとかとか、いろいろあった、素晴らしい女優さんですが、宮下純子さんがいらっしゃったんです。その宮下純子さんがですね、酔っ払ってですね、酔っ払ってしまってね、僕にですね、ねえねえ、どうしてここには吉田拓郎しかいないのよ。私は井上陽水に会いたいのよ。って言うんです。私は吉田拓郎に用事なんかない。井上陽水呼んできてよ。って、宮下純子さんが僕にね、しつこく迫ってくるんですけどね。すいませんね、吉田拓郎でっていう。そういうね、思い出深い夜だったんですけどもね。もう、そういう意味で言うと、正俊がですね、僕と森下愛子、愛のキューピッドだったなと、つくづく思うんですが、あの時の、井上陽水に対する僕の気持ちね、なんて表現したら、これも一つのジェラシーっていうことになるんでしょうかね。今日のベストテイクは、まあ、本当に僕はこの曲好きなんですが、いつか街で会ったなら、中村正俊。何気ない毎日が風のように過ぎてゆく、この街で君と出会い、この街で君と過ごす、この街で君と別れたことも僕はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑んでおくれ。
りげない優しさが僕の胸を締め付けた。この街で僕を愛し、この街で僕を憎み、この街で夢を壊したことも君はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。今週のマイフェイバリットソング、今週のフェイバリットソングはですね、ジミヘンドリックス、ジミヘンですね。まあ、あの不正室のね、異彩、天才異彩スーパーギタリストで、ボーカリストで、エレキギターの世界とかですね、まあ、エレキギターの世界は見事に彼によって変えられたという気がしますが、あの世界を見事に変えてしまったパフォーマンスと世界の若者たちがみんな打ちのめされたという、彼のボーカルとギタープレイ、すごかったですけどね、短い人生だったですが、この人のこのコードね、ジミヘンコードというかヘンドリックスコードという、まあ、例えば E で言うと E の、シャープナインスっていうのと、僕も詳しく音楽のことは分からんけど、このこういうこれじゃなくて本当はこの5フレットの方で行って、これでこうやるとシャープナインス、これかな。不協和音、なんとなくこれがあのエレキギターでね、それであのディストーション効かしてあのやるとすごい音なんだな、気持ちのいい意外とね、こういうコードを発明したというか、ジャズとかでは使ってたらしいんですけど、やっぱポピュラーな音楽とか、あるいはこのエレキギターのギターなんかでね、このコードをやるっていうのは、この人が初めてだったらしいんですけどもね。今日ね、このパープルヘイズを聞きますけども、ジミヘンがですね、まずね、ボーカリストとしても素晴らしいんだっていうのをちょっと聞いてほしいんですけどもね。まずこのボブ・ディランのね、見張り塔からずっと、All Along the Watch Tower っていう曲があるんですが、これはボブ・ディランの名曲なんですけども、これをちょっと聴いてください。これをね、ジミヘンがね、ジミヘンドリックスがカバーしたんですが、これは素晴らしいんです。これ聴いてください。ジミヘン、ヘンドリックスコード。この E のシャープナインス。これもちょっとアコースティックギターじゃ感じ出ないけどね、これが存分に聴ける。パープルヘイズ、ジミヘンドリックス。吉田拓郎ラジオでないと。この時間はブルボン損保ケアがお送りしました。皆さんからのメッセージ、お待ちしてるんですが、吉田拓郎が他のアーティストたちに提供した曲で、皆さんが好きな曲一曲何かっていうのをリクエストを募ってるのがたくさん集まってましたですね、まあ、意外な展開もあるのもあるし、あるいはまあこういうこんなとこだなっていうのも、僕はまああえて来週ね、少し途中経過を発表します。僕はね、ちなみに言ってきてね、僕はね、神田博美っていう女の子に書いたドンファンっていう曲が、ね、結構好きなんだよ。それからね、マッチに書いた、ね、近藤雅彦さんに書いたアーグッドっていう曲もね、すごくよくできてると思うんだな。だからこういう場合選ぶときにね、やっぱアレンジがいいとか詞がいいなとかメロディーがいいなって、そういうポイントがね
欲しいんですけど、やっぱりここにも神田博美のドンファンとか近藤正彦のハーグッドなんかは結構僕は好きなんです。それから今日はかけたいつか街であったならもリクエストたくさん来てますけどね、僕はここから釜石さんの我が家含めなんかは僕はやっぱ詩がすごく良かったなと思ったりしてるんです。それからまあアルバムの中にちょこっと入ってるっていう感じで言うと、キンキキッズのね、危険な関係っていうのはもう結構俺見つける曲なんでね、詩もうまくいったなと思ってたりするんですが、これはあまり皆さん、気がついてない。それから南沙織の黒い瞳っていうのもね、これはもう埋もれてますけどもね、なかなかいいなとか思ったり、皆さんのリクエストを、待っておりますからね。それから吉田拓郎とお酒を飲むんだったらどうするかって、今日ね、小田和正が出てきましたけど、拓郎だったらどうする、どこで何を食べてみたいかね、どこで何を飲むか、あの居酒屋とかでもつ鍋とか食いたいとか、そういうの勘弁してください。私あの居酒屋とかもつとかダメですから、えちゃんとしたにイタリアンとかね、フレンチとか、うん、ちゃんと言ってもらったの。例えばあのね、今日の、人は宇田君と、最上階のレストランでっていうね、地下でもいいですからこれやってください。それから、私のお国自慢、皆さんも住んでるお国自慢、皆さんの好きなスポーツヒーロー、ヒロインあったらお知らせ。メールアドレスは ty@1242.com、 はがきは市民番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。